カナダプロレスの殿堂メープルリーフガーデンのリング上、これよりカナダマットカヤモトより全米のプロレスファンに圧倒的な人気のあります南海の黒豹リッキー・スティンボートが登場してまいりました。日本のマットにはまだ一度も登場していないだけに、その魅力は非常に謎に包まれておりますけれども、噂通りのエネルギッシュなファイトを期待したいと思います。今夜の対決はタッグマッチ、しかもミッドアトランティック認定の世界タッグ選手権、そして勝負の方は時間無制限で行われますので、リッキー・スティンボートの魅力を十分にご覧いただけるものと思われます。挑戦者チームがリッキー・スティンボート組、パートナーはジェイ・ヤング・ブラッド、そしてチャンピオンチームはレイ・スティーブンス、ジミー・スヌーカー組でございます。時間無制限の一本勝負、こちらのプロモーターの話によりますと、この両チームのタッグは非常に因縁が絡んでいるということで、ミッドアトランティック認定の世界タッグ選手権、このチャンピオンベルトを争いまして取ったり取られたりということであります。リッキー・スティンボート、ジェイ・ヤング・ブラッド組は前チャンピオンチーム、そして現在のチャンピオンチームがレイ・スティーブンス、ジミー・スヌーカーチームであります。果たして人気者チャレンジャーのリッキー・スティンボート、それからジェイ・ヤング・ブラッドがタイトルを奪還できるかどうか、非常に興味津々のミッドアトランティック認定世界タッグ選手権であります。今レフリーの入念なチェックが行われました。さあ勝負が始まりました。おなじみのブザーが鳴りました。カナダのプロレスの殿堂メープルリーフガーデンのリング上、この選手がパートナーのジェイ・ヤング・ブラッド、まず先陣を切りまして人気者リッキー・スティンボートが登場してまいりました。チャンピオンチームはジミー・スヌーカーのようであります。褐色のアポロと言われておりまして、日本にも来日したことがありますジミー・スヌーカー、何かレフリーに注文をつけています。レフリーはテリー・ヨークストンであります。ベテランのテリー・ヨークストンレフリーに何か注文をつけました。ジミー・スヌーカーです。なおこのミッドアトランティック認定の世界タッグ選手権はノースカロライナ州、サウスカロライナ州、バージニア州、北部ジョージア州、そしてカナダオンタリオ州、この大きな州にまたがっています。マネージャーのジェイ・アンダーソン、今アップで映りました。何やらこのマネージャーのジェイ・アンダーソンの存在が非常に不気味でありますが、これから戦いが始まります。激しい睨み合いが続いております。リッキー・スティンボートとジミー・スヌーカーの激しい睨み合い、本当に何かこのかっこいいなという感じが当たるリッキー・スティンボートの上半身、真っ赤なトランクス、両者混血チーム、右側にリッキー・スティンボート、すごい形相のジミー・スヌーカーの表情が映りました。噂の男リッキー・スティンボートをちょっとご紹介してまいりますと、1958年ハワイホノルル生まれで26歳であります。 AWA の帝王バン・ガニアの勧めによりまして76年にプロレス入り、そして1977年の6月にデビューしております。キャリア3年でトップエベンターに成長しました。この男、噂の男リッキー・スティンボート、そしてノースカロライナ地区の大プロモーター NWA 役員のジム・クロケット・ジュニアの遺族として大変に可愛がられておりますリッキー・スティンボートであります。聞いたところによりますと、私はまだ一度もファイトを見ておりませんが、ファイトはエネルギーの塊が噴火するような非常に爆発力のあるファイトとこのように言っております。リッキー・スティンボート、いい顔をしております。上半身の筋肉非常に盛り上がっております。非常にかっこいいリッキー・スティンボート26歳。今年のこのリッキー・スティンボートの活躍は、凄まじく、特に NWA 世界ヘビー級チャンピオンのハリー・レースと過去6度挑戦しておりますが、一度もこのリッキー・スティンボート、まだピンフォールを奪われてない、これが自慢でありますリッキー・スティンボートです。それからノースカロライナ地区で大変また人気のありますライバルのリック・フレアを破ったということで、一段とこのリッキー・スティンボートの格が上がっております。さあやっと勝負が始まりました。どういうファイトをしますか。日本のファンの皆様、どうぞご注目ください。おっと、そのおっと、そのまま体を体当たりさせました。飛びました。リッキー・スティンボートが空を飛びました。大きくロープに投げ飛ばして、四角いジャングル、ものすごいスピードで走り回る。ロープが揺れますが、あ、ジミー・スヌーカーが場外に落ちました。ここでレイ・スティーブンスにドロップキック。凄まじい暴れっぷり、躍動します。リッキー・スティンボートのものすごい跳躍力、立体殺法が見られました。
お客様も大喜び。カナダプロレスの殿堂メープルリーフガーデンです。腰を打たれましたジミー・スヌーカー、もう花道のところまで飛んでしまいました。チャンピオンチームのレイ・スティーブンスも場外に飛ばされております。立ち上がりいいところを見せておりますリッキー・スティンボート、身長が180センチ102キロ、ぜひ全日本プロレスのジャンボ鶴田と一度は対決させてみたい、そういうような感じがいたします。立体殺法見事です。リッキー・スティンボートであります。それから噂によりますと時々東洋風の技を使うということで控え室でちょっとインタビューしてしたんですけれども、本人は空手初段と言っております。リッキー・スティンボートです。パートナーのジェイ・ヤングブラッドの出番はまだありません。チャンピオンチームがちょっと先手を取られましたので、何やら2人で打ち合わせをしております。レイ・スティーブンス、ジミー・スヌーカー組。なおこのタグチームの2人は数々の因縁があるというふうに先ほどお伝えしましたが、シングルのタイトルを争っても、こちらの NWA のテレビチャンピオン、それからUS のヘビー級チャンピオン、このシングルのタイトルを争っても因縁が繰り広げられていると、このように聞いております。さあすごい形相でリッキー・スティンボートがジミー・スヌーカーににじり寄りましたが、手を合わせることができません。逃げたのはジミー・スヌーカーです。スヌーカーの攻撃はまだ一度もありません。先ほどご覧いただきましたように7メートル四方のロープに踊るようにして動き回りました。リッキー・スティンボート、さあようやく2人ががっちりと組み合いました。マネージャーのジム・アンダーソンです。葉巻を加えております。ロープサイドをぐるぐると何やら不気味な存在、マネージャーのジミー・アンダーソン。さあ動きが始まった。大きく投げ飛ばして、おっとショルダータックル、ジミー・スヌーカー今度分かった。ジャンプ力凄まじい、なかなかのジャンプ力、ショルダースルーに持ち上げる。さあものすごい殺人投げ、デッドリードライブ、そしておっとジャンボ鶴田がやるような空中回転の巻き投げ。リッキー・スティンボート、やんやの喝采。カナダプロレスの殿堂メープルリーフガーデンのお客様もう最高潮に興奮しています。リッキー・スティンボートなかなか人気があります。なおジェイ・ヤングブラッド185センチ115キロ、この選手もリングに登場してまいりましたらプロフィールを紹介してまいりたいと思います。相手になっておりますジミー・スヌーカーはフィジー出身のハワイ育ち、日本には49年に来日いたしました。この選手も上半身の筋肉美は大変に美しく、ボディービルダーとしてミスターハワイにもなったことがあります。現在ではこのカナダのトロント地区で人気のある選手であります。巻き投げの取り合い、腕の取り合い、そして満を持して、さあジェイ・ヤングブラッドが、やってまいりました。空を飛びます。このジェイ・ヤングブラッドも来日経験が一度あります。さああの姿勢から頭のあたりに両方の足を合わせて、ものすごい空中で落差の大きいエルボーバットを打ちました。ジミー・スヌーカー、チャンピオンのジミー・スヌーカーの左の腕を取ります。大きくチョップを見舞いました。あまり体の大きい選手ではありません、ジェイ・ヤングブラッド185、110キロ、どちらかと言いますとジュニアヘビーというような体格をしておりますジェイ・ヤングブラッド、しかし体が軽いだけに跳躍力はあります。リッキー・スティンボート以上の跳躍力がありますが、おっとジミー・スヌーカーが空を切った、ドロップキック、これですジェイ・ヤングブラッド、ドロップキック。登場してきた時にはインディアンの民族衣装で登場してまいりまして、非常に華やかなムードを繰り広げておりました。ジェイ・ヤングブラッドであります。インディアンレスラーとしては将来あのインディアンレスラーの総帥和風マクダニエルを継ぐ男と言われております、このジェイ・ヤングブラッド、インディアンレスラーで将来レッドパワーの大物と言われておりましたが、来日を機に非常に成長しました。なおインディアンレスラーの総帥和風マクダニエルと同じチェロキー族の血を引いております。もちろんインディアンレスラーの18番トマホークチョップが最大の武器でありますが、さあウエイトの軽いそのジェイ・ヤングブラッドを飛ばした、しかしうまく回転させて左の腕をがっちり掴んでいますが、チームリーダーのレイ・スティーブンス、ここで登場してまいりました。勝負の方は時間無制限の一本勝負、ミッドアトランティック認定の世界タッグ選手権試合、因縁の対決を迎えております。場内はもう興奮しております。カナダプロレスの殿堂メープルリーフガーデン、チームリーダーのチャンピオンチームレイ・スティーブンスが登場してまいりました。もうレイ・スティーブンスは日本のファンの皆さんもおなじみ、ベテラン中のベテラン、あの AWA 現在のチャンピオンニック・ボックウィンクルと長期間 AWA 認定の世界タッグ選手権に君臨しておりましたあのレイ・スティーブンスです。現在はミッドアトランティック認定の世界タッグ選手権保持者。さあ
トップロープから思い切ってエルボーを落としました。そしてこれです、これです、東洋風の技を見せました。リッキー・スティンボート、空手初段と言っておりまして、自分の大きな手を私に見せてくれました。リッキー・スティンボートが踊ります。東洋風の技を見せました。リッキー・スティンボート、真っ赤なトランクスが本当によく似合います。真っ白なリングシューズ。さあ、チームリーダーのレイ・スティーブンスを相手にしておりますが、ここでジェイ・ヤングブラッドに今タッチが行われます。ヤングブラッドも飛びます。ダブルチョップ、空中に高く飛んでダブルチョップ。レイ・スティーブンスの左の腕の付け根のあたりを捉えました。激しい動きのある選手です。チャレンジャーチーム、リッキー・スティンボーとジェイ・ヤングブラッド組、こんないい選手がタイトルを奪われたとはちょっと信じがたい感じがいたしますが、全チャンピオンチームがこのリッキー・スティンボーとジェイ・ヤングブラッド組、現在のミドアトランティック認定世界タッグ選手権保持者がレイ・スティーブンス、ジミー・スヌーカー組、この両者の対決、先ほども数々ご紹介しておりますように因縁の対決であります。それだけにもうお客様もこの両者の対決をよくよく知っておりまして、興奮のるつぼと化しております。カナダプロレスの殿堂、メープルリーフガーデンであります。さあ、ジェイ・ヤングブラッドがチームリーダーレイ・スティーブンスを捉えました。左の腕に、腕の付け根に攻撃を加えております。エプロンにおりますのはパートナーのジミー・スヌーカーです。やっと動きが止まりました。その他、このカナダのトロント地区、現在はノースカロライナ地区とドッキングしたために非常に広範囲なプロレス市場になっております。カナダのトロント、それからノースカロライナのグリンズボロ、シャーロッテ、ウエストンセーラム、ナッシュビル、それからサウスカロライナのコロンビア、バージニアのノーフォーク、そして北部ジョージアの一部がテリトリーであります。そういったところをサーキットして回りまして、どこの会場でも超満員というこの若い両者、リッキー・スティーボンとそしてジェイ・ヤングブラッド組であります。やっと両者が離れました。チャンピオンチームはレイ・スティーブンスからジミー・スヌーカーに渡りました。勝負の方は10分が経過しております。果てしなく続きます時間無制限の一本勝負であります。果たして何分で勝負がつきますか。しかも今日はタイトルマッチ、ミッドアトランティック認定の世界タッグ選手権試合、全チャンピオンチームのリッキー・スティンボーとジェイ・ヤングブラッド組が今のところ押せ押せの試合を展開しておりますが、しかし何しよう、頭のいいレイ・スティーブンスがチャンピオンチームのリーダーでありますので、どういう作戦を描いておりますか。非常に忙しくなりました。レフリーのテリー・ヨークストンですが、おっと、これは空を切って自滅。ジェイ・ヤングブラッドが飛んでまいりました。ここでジミー・スヌーカーが大きな足でキックを浴びせます。キックを浴びせます。ジミー・スヌーカー、褐色のアポロ、上半身をとくとご覧ください。素晴らしいボディービルで鍛えた非常に綺麗な筋肉美。さあ、ネックハンギングツリーに捉えました。ウエイトの狩り、ジェイ・ヤングブラッドが投げ出されます。こういった試合では本当にウエイトの軽さ、ウエイトのなさが本当に損をします。ジェイ・ヤングブラッド、軽々と釣り上げられましてキャンバスに叩きつけられました。ロープに逃げましたが、これはジェスチャーでした。空手チョップで返します。レイ・スティーブンスが来たが、おっと、よく目が利く、目が利きます。さあ、ジェイ・ヤングブラッドが大暴れ。果たしてタイトル奪還なるでありましょうか。ミッドアトランティック認定の世界タッグ選手権、ものすごい攻めっぷり、ジェイ・ヤングブラッド。しかし頭のいいレイ・スティーブンス、ジミー・スヌーカー組のコーナーに捕まってしまいました。さあ、ベテランのレイ・スティーブンスがここで登場。リングの中央、いいポジションを取りました。そしてキャンバスに胸板のあたりを叩きつけます。金髪の悪魔と言われているこのレイ・スティーブンス、ニューヨーク生まれの伊達男と言われておりまして、しかし金髪ではありますが流血を厭わない劇場型のレスラーです。レイ・スティーブンスであります。エプロンサイドには人気者リッキー・スティンボートがアップで映りました。さあ、レイ・スティーブンスがどうやらラフな攻撃を展開しております。ラフな攻撃を展開しております。レフリーのテリー・ヨークストン、これに気がつきません。リッキー・スティンボートが満を持してもう我慢できないという表情でチームメイトのジェイ・ヤングブラッドを助けに入ろうとしましたが、こっちにチェックをしました。レフリーのテリー・ヨークストン、チャンピオンチームが攻め込んでおります。体の小さいジェイ・ヤングブラッドがどうやら的にされました。チャンピオンチームレイ・スティーブンス、そしてジミー・スヌーカー組、なお今夜のこの放送、カナダのプロレスの殿堂メープルリーフガーデンからお送りしておりますが、今夜の海外特別試合、カナダトロント市 CHCH テレビチャンネル11の制作協力によりまして、日本のファンの皆様にお送りしているわけであります。今度はチャンピオンチームのジミー・スヌーカーもトップロープから飛んでまいりました。本当にこの立体殺法の応酬になっておりますが、ジミー・スヌーカーもいいところを見せます。
空中高く飛び上がってものすごい2位スタンプを見せました。とうとうジェイ・ヤングブラッドが捕まってしまいました。リングの中央、パートナーのリッキー・スティンボートになかなか渡すことができません。怒った、チョップでいった、トマホークチョップだ、トマホークチョップ、これです。さあ今度は逆水平、そしておっと両足で蹴り返す、レイ・スティーブンスも空振り。さあさあ、おっと渡った、リッキー・スティンボートに渡った、トップロープから飛ぶ。さあおっとトマホークチョップを見せる、すごい攻撃だ。リッキー・スティンボート東洋風の攻撃を発揮いたしました。手刀を落とす、両方の拳で、さあジミス・ルーカーを捉えることができるか、ものすごいジャンプ力、両方の足で顔面を蹴ります。リッキー・スティンボートの立体殺法、さあ今度はブレンバスターか、ブレンバスターか、リッキー・スティンボートのブレンバスター、見事にパーフェクトに決まった、抑え込んだ、タイトル奪還、ダメ、カウント2。チャンピオンチームのジミス・ルーカーも返しました。大きく肩で息をついたリッキー・スティンボート、何を待っているか、逆水平空手殺法を打ちます。いわゆるカンフーの技です。空手殺法の極意を出しましたリッキー・スティンボート、本当に様になっております。東洋風の技、本人は空手初段と言っておりました。その他リバースフルネルソンツリー、こういった技も持っております。ジャンボ鶴田と一度は対戦させたい、そういう気がいたします。南海の黒ひょう、噂の男リッキー・スティンボート、その噂にたがわず素晴らしい立体殺法、あるいは空手殺法を数々と披露しております。そのリッキー・スティンボートがベテランのレイ・スティーブンスに捕まってしまいました。正面からの攻撃はベテランレイ・スティーブンス、後ろに寄りますのはジミー・スムーカー、こっちのチームがチャンピオンチームです。なおこのレイ・スティーブンスはこちらのカナダ・トロント地区ではレイ・ザ・クリッパー・スティーブンスと呼ばれております。さあおっとリッキー・スティーブンス、スティンボート、さあ両者が体当たり、ダブルナックダウンになりました。リッキー・スティンボート、リッキー・リッキーの大歓声、カナダプロレスの殿堂メープルリーフガーデン、特に若い女性ファンはもうリッキー・リッキーの黄色い声援であります。勝負の方は15分が経過してまいりました。両者ダブルナックダウン、チャンピオンチームレイ・スティーブンスも倒れております。天井を向いておりますのがリッキー・スティンボート、パートナーのジェイ・ヤングブラッドが大声で声をかけておりますが、さあチャンピオンチームのジミー・スルーカーが後ろから捉えた、後ろからエプロンサイドから手刀を落としました。ジェイ・ヤングブラッドが怒った、背中にチョップ、トマホークチョップ、キック、キック、ジェイ・ヤングブラッドのキック、相当荒れてまいりました。ミッドアトランティック認定の世界タッグ選手権試合、時間無制限の一本勝負、このタッグチーム両者因縁の対決を迎えております。場内は興奮のるつぼ、拍手拍手大喝采、手拍子を合わせております。カナダ市民のお客様、リッキー・スティンボートやっと立ち上がりました。さあチームリーダーのレイ・スティーブンスを捉えるか、ちょっとフラフラしている、足が地につかない、体が崩れました。リッキー・スティンボート体が崩れた、ダブルナックダウンでカウントが入ります。レフリーのテリー・ヨークストンのカウントが入りますが、両者半身の体勢、手前がチャレンジャーチームリッキー・スティンボート、両者立ち上がった。レイ・スティーブンスが攻撃を仕掛けます。マネージャーのジェイ・アンダーソンがチャレンジャーチームのところまで歩んでいます。もう場内は興奮のるつぼ。カナダプロレスの殿堂メープルリーフガーデンからお送りしておりますミッドアトランティック認定の世界タッグ選手権試合、リッキー・スティンボートがチャンピオンチームのコーナーにまで歩み寄りました。しかしジミー・スヌーカーをおっと捉えました、捉えました。さあ起き上がりました。親分国レイ・スティーブンスが正面から拳打ち、明らかに反則、額をめった打ち、めった打ち、リッキー・スティンボート打たれました。リッキーが打たれた、リッキーが打たれました。レイ・スティーブンス激しい攻撃であります。もうめっためたに両方のパンチを繰り出しました。ちょっとリッキー・スティーブンスの体が動きが止まった、そのままリングの中央に連れ戻してカウント2、3、おーっと返します、スティンボート返しました。そしてチャンピオンチームレイ・スティーブンスからジミスーカーに渡します。そして、ま、おーっとクローに行った、ジミスルーカーがクローに来ました。ものすごい勢いでクロー攻撃、すごい攻撃に出ました。ジミスルーカー、ロープの反動がありますのでがっちりと喉元に食い込んだ。
顎の先端に食い込んでおります。ものすごい握力から繰り出す、ものすごい握力から繰り出すジミー・スヌーカーのものすごいクロー攻撃、顎の先端をがっちりと挟み込んでいます。苦しい立場に追い込まれましたチャレンジャーチームリッキー・スティンボート。勝負は20分が経過した。果てしなく続きます時間無制限の一本勝負。さあここでリッキー・スティンボートギブアップか、リッキー・スティンボートギブアップか。クロー、クロー、クロー、ジミー・スヌーカーのものすごい褐色のアポロ、すごい右の肩の筋肉から繰り出す握力満点のクロー攻撃、離れない、離れない、まだ離れない。スティンボート必死だ、スティンボートが必死で今半身の体勢だが立てない、やっと立った。さあさあパートナーのジェイ・ヤングブラッドに手を差し伸べるがダメです。どうやらこの時間20分を過ぎたあたりからレイ・スティーブンス、ジミー・スヌーカー、さすがチャンピオンチームにふさわしく非常に冷静。前半打たれましたジミー・スヌーカーがここでクロー攻撃を持ってまいりました。ものすごいクロー攻撃、すでにもう3分以上は顎の先端に食い込んでいるでしょう、あるいはガラスの錠が破れるかもしれません。リッキー・スティンボーと全くこの握力満点のジミー・スヌーカーのクローで身動きができなくなりました。おっとレフリーのテリー・ヨークストンがだらーんと下がりました。リッキー・スティーボンとのスティンボートの左の腕を今確かめました。ちょっと眼色、顔色を失っております。リッキー・スティンボート、エプロンになりますジェイ・ヤング・ブラッドも全く手が出しません。永遠と続きますジミー・スヌーカーのクロー攻撃、クローがまだ続く、左の手が震えてる、左の手が震えてる。リッキー・スティンボート、しかし我慢強い男だ、まだギブアップしない、まだギブアップしない。膝をキャンバスについた、立ち上がった、スタンディングポジションを取れるか。右手を、右手、右手、右手をロープに絡ませました。やっとの思いでロープブレイク、ロープブレイクを必死で制しますテリー・ヨークストン、しかしなかなか離しません。ジミー・スヌーカーです、大きくロープに飛ばして生き返ったか、生き返った。両方の拳打ち、ダブルパンチ、リッキー・スティンボート、ダブルパンチを打ちました。一気にここで攻め込むか、しかし相当顎にクロー攻撃をされておりますので、ちょっと意識が朦朧のリッキー・スティンボート、ジェイ・ヤングブラッドにタッチ、タッチ、タッチです。ヤングブラッド長い時間待っておりました。さあやる気満々、赤い血、赤い血が燃えます、レッドパワーが燃えます。ジェイ・ヤングブラッド、チェロキー族の血を引いております。トマホークチョップが最大の武器、さあ思い切ってジミー・スネーカーをショルダースルーで飛ばした、そしてレイグドラップ、レイグドラップ、顎の先端、さあ一気に畳みかけるか、ロープで飛ばして逆水平、ダブルチョップです。そしてレイ・スティーブンスにドロップキック、そしてトマホークチョップ、さあ反対側のコーナーに、さあスリーパー、スリーパーホールド、スリーパーホールドに入りました。ジェイ・ヤングブラッド、キャンバスに両方の足を広げてスリーパーホールド。しかしジミー・スヌーカーも負けておりません、返しました、ジミー・スヌーカーも返しました。好試合です、ミッドアトランティック認定の世界タッグ選手権試合。さあカンフーの構えから思い切って空手の技を出しました。ここでジェイ・ヤングブラッドから休みました、リッキー・スティンボートに渡されました。さあそのまま体を浴びせ倒します、親分格のレイ・スティーブンスが相手であります。果たしてタイトル奪還なるでありましょうか。リッキー・スティーブンとそのままスモールパッケージホールド、カウント、カウントトゥー、技あり、リッキー・スティーブンとスティンボート、しかしカウント2です。さあリッキーがセカンドからトップロープに上がって空中を飛んだ、フライングボディアタック、そのまま抑え込んだ、タイトル、わーカウント2、惜しい、タイトル奪還まであとワンカウント、レイ・スティーブンス捉えられました。さあツープラトンの攻撃、ツープラトンクロスカットに行きました、ツープラトンの攻撃ですが、さあここで、ここで、ここで両選手がリングの中に入ってまいりました。そしてマネージャーのジェイ・アンダーソンもリングの中に入ってまいりまして、今ブザーが聞こえましたけれども、果たして勝負の行方はどうなっているんでしょうか、勝負の行方はどうなっているんでしょうか、まだはっきり分かりません。今リングアナウンサーのノン・ケンバーによりまして、マインのお客様に今コールがされました、コールがされましたが、どうやら引き分けのようです、どうやら引き分け、ドローを制したようですが、しかし時間無制限の勝負というふうな発表がありましたけれども、果たしてどういうようなルールが使われているんでありましょうか。今正式な発表が行われまして、
ドローというような結果に終わっております。ということはレイン・スティーブンス、ジミー・スヌーカー組のタイトル引き分け防衛ということになります。それにしましてもリッキー・スティンボートの魅力を十分にご覧いただけたかと思います。なおこのリッキー・スティーボンとは非常にトレーニングが好きで、いかにもバンガニアのトレーニングスクール出身というような気がいたしました。毎日2時間のサーキット、それから450ポンドのベンチプレス、こういった練習を欠かさないそうであります。マネージャーのジェイ・アンダーソンが入ってまいりました。チャンピオンチームに再びチャンピオンベルトが戻されました。ミッドアトランティック認定の世界タッグ選手権試合、非常に危険な白氷の引き分け防衛ということをひとまず日本のファンの皆様にはお伝えしておきます。レイ・スティーブンス、ジミー・スヌーカー組引き分けで防衛でございます。